はい、えー、イギリスの研究チームの調査によるとですね スタバの一番砂糖を含む飲み物がですね小さじスプーンで25杯分なんとコーラの3杯という結果が出たというんですね他にもそこまでじゃないですけどもかなり砂糖を使った飲み物があるということでこういったものはたまにね飲む分にはいいですけども毎日ねしょっちゅう飲む飲むのはちょっと危険だという記事がありましたねですからね甘さ控えめとかブラックのコーヒーとかね飲みつつ たまにそういうの飲む分にはいいのかもしれませんけどもね、えー、しょっちゅう飲むというのは控えた方がいいと。どれぐらい控えた方がいいか。うん。それはやっぱりね、砂糖だけに当分だね。ねずっちです。では、また。